ねえ、アリーシャと旅してた時ってみんなどんな感じだったわけ？少なくともツッコミ疲れはしなかったね。え？ライラが口を聞かなかったってこと？誰かロゼさんに鏡を。こんな感じでいかがでしょうか。近くに何かあるかもしれない。宝箱が近くにあるようだよ。薬草がありそうだ。周囲に気をつけてくれ。周囲を確認してくれ。幽霊ってもしかして天族かな。気になるね。霊能力者が目撃したのかも。
よ。なんだこいつらは。ジョーマファントム、システムを汚れに囚われたものですわ。マウアは巨大な何でダンスを果てぬ方向にガードを切り開く。収集キラス、どないでヒールは散り出した。果てぬ強欲一貫、こいつはくらい。ダンスだ、体力が来てる。ガードを切り開く。見た目が同じ兵馬の大群だったな。あなたはあれが同じ兵馬に見えるの？ライラ、死してなお汚れに囚われたものってどういう意味なんだ？人も天族も、いえ、すべての生命の本質はその体に宿る魂にあります。ファントムはその魂自体が汚れ氷魔化してしまったものです。待ってくれ。つまり浄化しても元の人間に戻らないってことか？はい、すでに死んでいるのですから。ですが払わなければ魂は汚れに侵されたまま永遠にさまよい続けることになります。氷魔として人を襲いながら彼らを救う方法なんだね、浄化は。はい、分かった。だったら俺は。近くに何かあるかもしれない。遺跡の入り口は巧妙に隠されてるって言ってたね。注意して探すしかないか。アリーシャの疑いは晴れたんだよな。アリーシャさんがローランスに通じているという。ああ、そのせいで捕まったって。疑いも何もスレイを戦場に行かせるための冤罪でしょ。そう、こっちは約束を守った。捕まえておく理由はないさ。だよな、よかった。もっとも前と同じじゃないでしょうけど。え、そうでしょ。実際にローランスとの衝突は起こってしまったの。そんな状況で和平なんて唱えたらか。微妙な立場がさらに悪くなるだろうな。それでおとなしくしてくれる子だったらいいんだけどね。アリーシャさんも王族、大臣たちも無茶はできないはずですが。アリーシャ、度胸が強そうだ。村を出た頃に会った狼とはスケールが違うな。こいつはマーナガルム、満月の夜に最も力を発揮すると言われています。なら好都合だ、僕たちは全力で行くぞ。焼き尽くせ。我が剣は消え、赤き狼に介護せよ。グランドレイブ、これで勝利だ。